銀バナナの5本ある水芽のうち中間の2本、こちらに置いてありますが、を掘り上げましたので、残った3本はいい間隔になっていますね。まあこれで防風対策がしっかりできている場所なら、3本をそのまま据え置いておきたいところなんですがね。秋の半ば頃までは多分そのまま3本の子株にしておこうと思いますが、その後寒さがどうなるか、西風、北西風の様子がどうなのか、ある程度観察してから、3本残すか、2本残すか、その時点で考えてみようと思います。この銀バナナの親株周りにはだいぶ植物残骸を積み重ねていっていましたので、掘り上げた子株が表土に近いところでこういう白い根をだいぶ出していましたね。一回にどさっと落ち葉とか植物残骸を分厚くやるのではなく、何回かに分けてちょうど野菜の土寄せみたいにですね、雨が降った後に緑の小枝花を畝間から畝の上の野菜の株元にすくい上げるのと一緒でして、バナナの場合もですね、徐々に株周りに落ち葉とか植物残骸を敷いていってあげるのがいいと思います。そうすることによって根が安心できる地表部からのやや下の方に白い根をぐーんと伸ばしてくるんですね。まあ、それがいずれ収穫につながるようなバナナ株であれば、美味しい実をつける原因の一つにもなりますので、どさっとやらないで徐々に積み上げていくというやり方がいいだろうと思いますね。